皆さんこんにちは、遠藤なぎさです。最近、仙北高速鉄道が消滅との噂が広まっています。Twitter とニュースで載っていますが、問題なのはあの3人をどうするかです。名前で言うと、鉄道娘の泉高美、仙北くん、そしてブラック仙北くんです。果たして南海電鉄に吸収合併されても残るでしょうか？予想だと一番気になるところです。